やりますか、あの日の約束を果たすために。よし、やりましょう、やりましょうか。早3日目となりました。今日はどんな俺が顔を見せるんでしょう。今日はちょっとゆっくりやっていこう、行き急ぐなって思った。ちょっと昨日見て行き急いでた、マジで、どう考えても行き急いでた。何この戦闘力は。まあでも680万はすぐ1000万までは結構簡単に上がるんで、話はそっからやな。そっから俺の調子がどんだけ、コンディションが、俺のコンディションがいいかどうか、そこにかかってる。ああ、なるほど、こういう相手、いい流れ来てるわ。これ下手に重量級とか来てたら俺のディフェンシブガノンが、もうミスりすぎやろさっきからお前。うぜえ、あー、もう、いや、あーあー、もうイライラするマジで。あー、もううざいんやけどマジで、なんなんこれ。もう人をバカにするのも大概にしろマジで、なんでだよそれ。ガチでクソゲーやんけこれ。あーもうコントローラーぶっ、こっから本当にさ30分ぐらいで1000万いかしてよ。もうどうせそれの実力あるじゃん、1200万あるんだからさ、そんぐらい負けてやってよくねえか。んー、ちま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 700万800万ぐらいでやらせてさ、もういいって別に、俺の実力保証されてんだから。なんで上 B せんの、上 B ちゃうわ。もうなんで、もうマジで弱え、死にゃいのにこいつ。何やってんだクソジジイがマジで。ああ、もうなんなのこのゴミ、もうゴミ山のゴミだろこいつ、いらねえマジでこいつ本当に。俺の言うこと聞けねえんだ、死ねえよお前クソザコは。もう俺についてこれねえだろ、やめちまえよスマブラてめえ。なんで言うこと聞かないのこのゴミは、下手くそすぎない、死んだわマシマジで。なんで俺をこんなイライラさせんの俺なあ、このおっさん何なのマジで。アイクとかいうクソキャラに負けんなよてめえ、ほんとに。なんであんなんで負けなきゃいけないのほんとに。地上の戦闘じゃ、戦闘においてあいつが俺に勝ってる要素あったかなんか。結局あんな変なはめ殺しみたいんでさ、死ぬんじゃんどうせ。だからガノクソなんだよ。戦闘力とさ、実力反映されてないじゃん、どう考えたって。あいつだってほぼ300万ぐらいだぞ戦闘力の。でもなんかあんなのができるからさ、あんなのができた、できるだけでね、はね、戦闘力が500万割り増しになるんですよ。逆に言うと俺は1200万ぐらいの戦闘力あるはずなのに、ああいうはめ殺しをされるから結局さ戦闘力が700万落ちぐらい、700万マイナスみたいな。これもそうだよ、全部一緒や。ああ、バカか、前作ったやつは。
あーもうやってらんねえマジで、みんなもうやってらんねえ、俺一生懸命やってるわ、アホらしいよマジで。もうそんな DA でダメージ稼いで何が楽しいんやろマジで。えマジで何が面白いんこれ。もうおもんない、もうおもんない、もう何がおもろいんこれ、やっとってバカなんかな、マジで作った人。さあガノンをどれだけ信じれるかということになります。で、まあ、戦闘量680万ということで、基本的にね680万からまあ1000万ぐらいまでは普通にやればいけます。なのでちょっとそこら辺まではちょっと流し様子見て、今日の波を自分のコンディションと確認しながらやらせていただきたいと思います。それで1000万からちょっとギアを上げて、最初からギアを上げるとちょっとねだいぶやっぱ集中力、人間の集中力が50分しか持たないんですよ。はっきり言えや。文句があるやつは。黙ってねえで言えや！あんなんで機嫌が治るわけねえだろ俺な。大概にしろマジで。やってんじゃん今の。ガノンってこれさ、懐に潜り込まれた時のさ、脆さは何なの本当に。キモいんだけど。もらー先生されねえで、これ、これ。ちょ、さす、まあ、これやったらいいわ。うぜー、もう、後隙なさすぎんだよ、こいつら全員、バカみたいに。俺を見習え、本当に。あーもうどこで使ったんだ。ずるずるずる、何それちょっとずるくない。え何これ、ちょっと待って、せこい、えせこい、これなんだよ、何このクソゲー、マジでクソゲーじゃない今の。何あれ、どうやって処理するんだよ、あそこ。